どうした物好き。ケーキ食うか。バカバカバカ、怒んなっつうの。よかったじゃねえかよ、爆弾じゃなくて。冗談じゃなくてな、本当に送られてきたやつがいるんだよ。その昔、まだ学生運動が華やかな頃、当時公安所属だった短爪の家に郵便物が送られてきて、爆弾。奥さんと当時3歳だった息子さんは即死、短爪だけはなんとか一命を取り留めたが、あの通り右足が一生使い物にならなくなっちゃったな。短爪が持ってた鉄の破片あんだろ、あれな、息子さんの首に刺さってた破片なんだ。結局犯人は分かんないで時効は成立、事件は迷宮入りのままだ。刑事なんてやってなければ何も狙われることはなかった。家族全員平和に暮らしてた。だから今度の事件はあのじいさんにとって特別なんだ。でも物証は何もない。万一犯人が分かっても起訴まで持ち込めない。そのことはあのじいさんが一番よく分かってる。頭いいんだろ。もう嫌なんだよこういうの。こういう